はい、皆さん こんばんはです。こちらはですね、今日はまあ油を使わない、簡単なバンライフ料理っていうか男料理っていうかちょっとなんか外から通る車がちょっとうるさいですけど、簡単なやつですね。これね、ポップアップをこうポップアップ、まあ銀紙ですね、これをこう引くとすげえ便利ですね。汚れないんでちょっとで、それに今日もありあんまりっていうか、まあ今のところキャベツと玉ねぎと人参とガーリックぐらいしか野菜もないんですけど、まあいっか。で今日はこれをまずそのエアフライヤーに入れて、見えますか？見えますね。ちょっとまず野菜の方から温めて、めっちゃ簡単ですよね。でこれラムステーキ、これも昨日のちょっと残りなんですけど、ラムステーキですね。これはボンズっていうところから買ってきた羊のお肉ですね。でその前にちょっとこれソースを作りますんで、ガーリックです。これガーリックを刻んだやつ、まあ、玉ねぎなんかも少しで大丈夫なんですよ。ガーリックを、ね、入れて、でこれラムですね。ちょっと最初に塩コショウしましょうか。塩コショウお好みで、でね、あ、詰まったかな、出てる。ちょっと出口が小さいから出てきた。でちょっとペッパーのブラックペッパーです。ブラックペッパーをお好みに合わせて、でまあそのままやってもいいんですけど、自分はこうちょっとクックしながら食べるんで、こういうスタイルです。こう骨をまず外して、これ骨ですね。骨を外して、骨もね結構身が美味しいですね。後で綺麗にコックができたら綺麗に食べれるん でこれを細かく切ります。羊ですね、羊の肉羊僕出身が沖縄なんでヤギ、まあヤギもね面白いもので、ちょっとヤギと似た味がするんですけど、沖縄でも刺身でもヤギ食べたりしますんで、まあレアでもいけるかなって感じですね。こういう感じで骨付きと身と分けて、で先ほど準備した、ね、野菜のやつにまず骨を入れて、まあ、骨はねちょっとよくホクホクして後で食べるっていう感じですね。でこれからちょっとステーキのソース、今日はメインはソースですね。練りのガーリックでもいいんですけど、で今日の主役はソースっていうやつです。まあ一番自分の自信のあるソースなんですけど、まあいろんな人に食べさせても美味しいって、まあお世辞かどうかわからないんですけど、
今までほとんどの人が美味しいって言われました。まあこのケチャップですね。まあすいません、適当にみんな行きますんで、ケチャップで、次 A1 ソース、あのとんかつソースでもいいんですけど、まああのとんかつソースねじゃなくて、ちょっと A1 ソースで今日は行きたいと思います。 A1 ソース、あんまりたくさん入れるとあれ、で、まあ隠し味でペッパーもちょっとだけ、ブラックペッパーですね。で、あのこのちょっとだけ辛めのやつ、スリラチャソースっていうやつですね。それをこう適当に入れて、これがね、僕の中では超うまいソースなんですよね。まあ簡単で手軽に冷蔵庫にあるものでできるケチャップ、まあ A1 ソースかとんかつソースかウイスターソースか、あとまあちょっとからしね、あの七味とかでもいいですね。あと少しブラックペーパーで、それをね、おっとっとおっとっとおっと、あー落っこっちゃったな、よいしょよいしょ、6個、はい、まあ私が食べるんでいいか。でこうかき混ぜます。でもこれで完成ですね。ちょっと味見します。うん、ちょっとケチャップが少ない。うまいっすね。でこんな感じですね。で皿を、まあ、ペーパープレートでいいか。洗うのも楽なんで、まあ簡単な料理ね。これでもう出来上がりですね。でラムなんですけど、まあこんな感じでね、いい色に焼けたら、これをちょっとひっくり返して、でレアが好きな人はもうそのままね食べれますしね。で油とかがね、あの下の野菜に落ちていくんで、野菜もね割と美味しくなりますね。でこれを元に戻して、でついでにパンもね、あのパンも残り2枚しかないんですけど、このパンも2つに割ってね、僕とまずは、あやっぱりビールがないとね、今日はちゃんとありますね。さすがですね、ビールね。じゃあまあちょっとまずは一杯ということで、ビールからいきます。うわぁ、うまそうだ。うん、スーパーっていう感じですね。でまあめっちゃ簡単なんで、まあ自分バンダイフを始めて、このエアフライヤーめっちゃ気に入ってます。これミディアムレアみたいな感じですね。でそれをソースにつけて食べます。まあそのままでもめっちゃ美味しいんですけど、味見します。いただきます。うんうん。でついでにパンなんかもこういうのに入れて、まあ、半分でいいか。食べながらこうクックができるっていう、めっちゃちょっとね簡単で、まあ手軽に美味しい。まああのね、すぐ作ってあったかいうちに食べれるっていうのが超いいですね。美味しいです。
だからまあスーパースーパーハッピーハッピー天球天球っていう映像ですね。でもう一つちょっとそのままでもちょっといけるんで、ちょっとこれ生っぽいな。ちょっとこれ行ってみますか。ミリアムレアみたいなやつですね。うん、あ、めっちゃうまいです。めっちゃうまいね。あのペッパーと塩っていうのはまあトラディショナルなね味で、でまあこれこの今日の主役のこのソースなんですけど、まあちょっとねソース入れるのがちょっと でかすぎますけど、こんな感じですね。でまあついでにね夜景もちょっと見ていただきましょうか。今日はねこういう感じですね。ね、あそこにジェットコースターが見えますね。ジェットコースターが見えて、でジェットコースターの裏側はビーチになってます。パシフィックビーチっていうところですね。でこういう形で湾になってて、でね、あのそこはあの内海になりますね。ちょっと外海が今日は見えないんですけど、内海がこういうふうに、でキャンプファイヤーしてますね。高いヤシの木がいっぱいあって、星もねちょろ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 見えるのかな。こんな感じですということでまあ簡単なこんなだと簡単な、油を使わないあのちょっと簡単すぎる料理ですけども、ちょっとねこのケチャップととんかつソースか A1 ソース、ウイスターソースでもいいんですけど、あとちょっとねガーリックを入れてペッパーを入れたら結構美味しいです。これはまあ自分が大好きなソースで、別に秘伝っていうわけでもないんですけど、試してみてください、ガーリックとケチャップと、まあ、とんかつソースか A1 ソース、あとちょっとあのブラックペーパーとか、あとねお好みに合わせて、辛いのが好きであればやっぱこういうねあのスリラチャーとか唐辛子とかを入れていただいて、あの美味しくいただけます。まあめっちゃ簡単なね料理で、でまあ食べながらねできるっていうやつですね。パンもこういうふうにめっちゃいい焦げ目がついてますね。うん、パリパリしてパンも美味しいし、レアも楽しめるし、ミディアムも楽しめるし、ウェルダンも楽しめるっていうやつですね。ちょっとめっちゃ気に入ってますこれ。ある人から紹介されていいよとかって言われて、すぐね綺麗にできるし手間もかからないしっていうことで、これねウォールマートっていうところから39ドルだったんですよね。めっちゃ値段も安くて、ということで今日はね今日の主役はこのソースですねということで Thank you for watching。 どうもありがとうございます。